ユニちゃんが俺の部屋を訪ねてきたのは翌日の夕方だったいきなりあんなことごめん嫌だったよね私の方も急に逃げ出しちゃったりしてごめんなさい男の人にあんなことされたの初めてでそのどうしていいかわからなくて ごめんもうしないよ約束するううん違うのえ私考えたんだけどねむしろああいうのが普通なんじゃないかな普通ってどういうことえっとその抱き合ったり愛を交わしたり恋人同士ってそういうことをするものでしょそりゃそうだけど だって俺たちはでもしたかったんでしょう,うんごめん謝らないでこれは私があなたにお願いして始めたことだからそんなに我慢しなくてもいいんだよちょちょっと待ってゆゆみちゃん